僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル、他各社の提供でお送りします。おはようございます。2016年9月28日水曜日、時計の針は9時を回りました。今日も観光情報番組読谷ラジオスタートです。ナビゲーターあやみでお届けいたします。おはようございます。さて今朝ですね、読谷の空に虹がかかっていましたね。います、今もかな、どうだろう。私がサテライトに向かうときは本当に綺麗にね、ちょっとこう片方ではあるんですけれども、読谷のこの東シナ海の海の上からもうこの見えるんですよね、こう虹の根元が。いやー、最近本当によく虹がかかるような気がしますね。本当に、まあ、虹が見れるとね、なんだかこうハッピーな感じにもなるんですけれどもね。雨が降った後はこうやって虹がかかるとちょっと心も晴れるんじゃないでしょうか。今まだね、ちょっとところによっては、まだまだ激しい雨がね、落ちているところもあるようですので、まあ、特にドライバーの皆さん、レンタカー活用者のね、皆さん、慣れない道運転する皆様、どうぞ、気をつけて、走行されてください。さて読谷ラジオ、この後10時まで今日も約1時間お届けしてまいります。読谷村という沖縄県の中部にある、西海岸側ですね、人口が日本一多い村、読谷村のさまざまな表情、お声なども、この番組からゲットしていただきたいと思います。この番組ではですね、曜日ごとに、各スポンサーさんをお迎えしているんですが、すべてここ読谷村のね、観光に大きくつながっている、スポンサーの皆様ということで、今日水曜日は、9月から、スポンサーに入ってくださっております沖縄残波岬ロイヤルホテルさんのスタッフさんがいらしてくださるということで、楽しみですね。情報を聞けるの、ぜひ、待っててください。9時30分の CM 明けからです。さあそして今日はね、アリビラの、ダンシングパフォーマンスもいよいよ2年と半年ちょっとのね、もう開催期間にピリオド、ね、ファイナルステージということで、そちらの情報も合わせてご紹介していきたいと思いますので、番組最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ今日も皆様からのメッセージもお待ちしております。 FM 数字の786アットマーク FM 読谷 .co.jp までお寄せください。さて、今日もこの後10時までです。今日もドライブのお供に BGM にお付き合いよろしくお願いします。
さて観光情報番組よみたんラジオをお届けしてまいります。この番組はラジオに加えてユーストリーム動画での配信も行っておりますよ。 FM よみたんのホームページトップ画面からユーストリーム動画をご覧ください。その他の視聴方法として FM よみたんの無料アプリおすすめしております。スマートフォン、タブレットなどアプリゲットできる方はぜひ FM よみたんと検索してください。無料アプリとなっておりますよ。でそちらからワンタッチで番組を見て聞くことができますので、ぜひそちらの方も活用するのをおすすめします。さあ本日もドライビングナンバーからいきましょう。さて今日はちょっとしっとりめなドライビングナンバーになるかな。県出身アーティスト大塩クラウディアさんが歌います、未来の始まり。さて本日のドライビングナンバーをお届けしております大塩クラウディアさん、とてもね気持ちのいい歌声ね、いつも聞かせてくださいます。読谷祭りとかにもねご出演いただいたりと、本当にこうそれで FM 読谷にもね中継者にも、来てくださってお声を届けたりと、なんか今までもね関わりがあったりするんですけれども、さあ、有名なね一番桜なんかも、皆さんご存知なんではないでしょうか。さあ本日、ドライビングナンバーは、しっとりめの1曲をお届けいたしました。県出身アーティスト大塩クラウディアさん、未来の始まりでした。
は9時11分になっております。この時間はお天気情報をお届けいたしましょう。読谷村がございます沖縄県本島中南部、お天気は、雨のち晴れとなっております。久しぶりに太陽マークを見たような気がしますが、降水確率がお昼12時まで 50%、 その後夕方6時深夜0時にかけて 20% となっております。風は南寄りの風、沿岸の方は波は5メートル、まだまだ高いですね。日中の最高気温はなんと32度まで上がる見込みとなっております。暑さがね戻ってるというね、台風の影響でというこうニュースも見ている方も多いと思いますけれども、本当に風もね、まあ、ある中ではあるんですけれども、暑さもあるということで熱中症対策も気をつけてくださいというね、注意呼びかけも気象庁から出ております。十分にお気をつけください。また沿岸の方ですね、今日、まあ、こういったお天気だとねマリンレジャーを予定していた方もプラン変更をするという方も多いかもしれませんが、やっぱり安全が一番ですので、はい、そういった際にはぜひここ紫村考えてみてはいかがでしょうか。ということで本日のお天気情報でした。あゆみが担当する読谷ラジオでは英語でのインフォメーションも交えながらお届けします。Morning, guys. How are you today? Today, it's going to be rain and afternoon. We can see sunshine in long time. The chance of rain is 50% till noon. And after that, 20% is 32 degrees. It's going to be a little bit hot, but strong winds. There are strong winds. So when you're driving, please be careful.Have a wonderful Wednesday. さて早速ですね、メッセージも届いております。ひじゃがびらきさん、おはようございます。あゆみさん、おはようございます。確かに私も長く生きてきたので、この状況は虹が見れると外で探したけど全く見えなかった。あれって心が綺麗な人にしか見えないのかな。あと私のお天気希望は虹ですと来てます。ありがとうございます。本当よね、お天気希望確かに虹いいかも。 ありがとうございます。メール越しのお天気希望をいただきました。はい、夕刊 TV にもね聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。そうだよね、だいたいなんかこう、この後虹が出そうだなとかっていうのはね見えたりして、割と雨上がりの空キョロキョロとしたりする自分もいたりするかもしれません。読谷本当に最近虹がね見れるってことで、いろんなね Facebook とかでも見たりしますけれど、先日ね二重の虹とかがあったりしてね、なんだか感動的ですよね。さあ、今もまだ虹あるのかどうだろう、ちょっと青空が見えてきてますが、皆様がいらっしゃるところの、ね、上空の様子はいかがでしょうか。さあ観光情報番組読谷ラジオ、一旦 CM です。
てお待たせしました。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時20分になりました。ここでですね、レンタカー利用の観光客の皆様へお知らせがございます。読谷村の特産品プレゼントというものを、皆様に、ご紹介しております。こちらは毎月10名様に5000円相当の読谷村の特産品が当たるというものです。こちらですね、毎月ちょこちょこと内容もね変わっていくんですよ。さあ9月もう締め切りが間もなくということですが、ぜひご応募ください。宛先 fm786@fmyomitan.co.jp fm 数字の786@fmyomitan.co.jp となっております。ぜひ皆様からの応募お待ちしております。応募していただく際にですね、件名には読谷ラジオ、そして、本文内容にあなたのお名前、ご連絡先、住所お書き添えの上ご応募ください。当選はですね、商品の発送をもって返させていただきますので、抽選となりますが、ぜひご応募お待ちしております。その際に利用しているレンタカーの会社名や読谷での思い出、沖縄での思い出などなど、ぜひ聞かせていただければなと思います。皆様からのご応募お待ちしてます。以上、読谷村特産品プレゼントのご紹介でした。読谷なんでも調査団、さあこのコーナーは読谷なんでも調査団ということで、観光にいらしている皆様に読谷村内のさまざまな表情を調査してきた内容を、お声でお届けして、読谷にこんなスポットがあるんだ、こんなお店があるんだな、ドライブの途中に立ち寄ってみようかなどなど、ぜひ読谷を知る、訪れるきっかけに、つなげていただければと思っております。はい。そしてですね、今日はドライブの途中でですね、つまめそうな、ゲットできそうな、そんなね、おやつを、ね、ゲットできる場所をご紹介したいと思います。こちらです、お聞きください。
読谷村にまた観光に訪れている方も多いと思いますので、そういった方にラジオの向こうの皆様に、メッセージをお願いいたします。はい、マルサダドーナツ、あの新しい食感のもちもちふわふわ感、食べていただいたら、間違いなく美味しいと言っていただけるものになってますので、ぜひ一度 お店の方を寄ってください。さあ、ということでご紹介いたしましたマラサダドーナツ、読谷村内でですね、県内6号、あ、県道6号沿いにありまして、ほかほか亭とかね、ほかほか亭じゃないか、今もうなんだっけ、ホットモット、ホットモットだね、ホットモットの向かいにあります。そのまた近くにはですね、FM 読谷のスポンサーでもありますハリユンさんね、今言う料理が楽しめたりする場所などなど、いろんなお店が集合している場所にありますので、まあ、チェックがてらぜひおやつゲットしてください。以上、マラサダドーナツご紹介でした。 CM まで短いですが、こちらの曲をお聴きいただきましょう。二弦式が歌います、ファミリー。誰に沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーション。時刻は9時32分になりました。
観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。さゆーストリームの、方でご覧になっている皆様もご存知の通り、スタジオにはスタッフ、ゲストさんが入っていただいております。さあ、毎週水曜日は、沖縄残波岬ロイヤルホテルのインフォメーションということです。自由気ままにリゾートアイランド、白い砂浜と澄み切ったブルーの中、癒しのリゾートホテル沖縄残波岬ロイヤルホテル、心からのおもてなしで皆様をお迎えいたします。さあ、今日もですね、新しいお声が聞けそうです。スタッフさんの自己紹介改めていただきましょう。おはようございます。はい、の店長しております、つけんじょうと申します。よろしくお願いいたします。はい、つけんじょうさんでございます。よろしくお願いします。つけんじょうっていうこの名字はもう一発で覚えられるんじゃないですか。そうですね、まあ最初見た時にですね、はい、どうやって読まれますとか、あ、そういった感じがあったんですけど、まあ、はいはいはい、一度ですね、はい、お会いして、うん、お名前ですね、お会いした時に、うん、あ、結構覚えていらっしゃることが多いので、はいはいはい、まあ、得ではあると思います。はい、沖縄の名字なんですよね。そうですね、出身はですね、はい、うるま市、うるま市のですね、はいはい、まあ、皆さんご存知かもしれないんですけど、海中道路分かった、偏差島っていうところがありまして、はいはいはい、そちら出身でなりますね。で、うるま市とか与那城方面は、はいはい、ちょうど私の漢字がですね、つけんじょうと下の文が門という字を書きまして、はい、城というもんですが、はいはい、そういった名前が多いところなんですね。上城とか下城とかっていうのが多くて、はい、あ、なるほど、はい、そうなんですね。そうですね、同じうちなんちでもまだまだ知らない名字もたくさんあるなってすごい感じました。さあ、今日はですね、そのつけんじょうさんと一緒に、沖縄残波岬ロイヤルホテルの情報をご紹介していきたいと思います。沖縄残波岬ロイヤルホテルインフォメーション。さて、コーナー続けてまいりますが、つけんじょうさん、ショップの、ね、店長さんということで、はい、いろいろとインフォメーションをいただきたいと思います。まずは、はい、ちょっと改めて沖縄残波岬内には、いくつショップがあって、こんな感じでっていうちょっと概要から伺ってもいいですか。そうですね、はい、ショップの方がすべて1階にございまして、はい、まず1階のですね、フロント近くに、はい、1箇所ございます。その方はですね、まあ、基本的に、まあドリンクとか、はい、あとお土産のお菓子とか、あとはまあキーホルダーとか置いてる場所なんですね、はい、で、もう2箇所ございまして、はい、あとエレベーター近くにファンシーコーナーですね、うん、あともう1箇所奥の方なんですが、その方で衣料品とですね、まあ、ガラス製品とか取り扱ってございます、はい、合計3箇所ご利用いただいております。はい、ありますね。さあ、今日はその、ね、3箇所ある中で、はい、まあ、多分ね、時間がもうあっという間なんですけれども、うん、いろいろと旬な情報を伺えるということで、早速じゃあもう聞いちゃってもいいですか。あ、大丈夫ですよ。はい、はい、こちらのですね、衣料品を扱っている第二ショップという場所があるんですが、はい、その方ですね、まあまあ、ビーチ関係の方々が、はい、まあ、多分ご存知だと思うんですが、ビラボンというメーカーさんがあるんですね。メーカーさんでビラボン、はい、ブランド品なんですけど、ええ、まあ、こちらは基本的にはサーフ系のブランドなんです。今私がつけてる T シャツ、これがビラボンというやつなんですけど、ロゴが、うんうん、でこちらの方がですね、まあ、ビラボンとか、まあ、第二ショップの方ですね、まあ、いろんなサーフ系の、衣料品も扱っておりまして、はいはいはい、でこちらの方ですね、今私がつけてる T シャツがですね、うん、そのビラボンさんとコラボをしまして、はいはい、まあ、沖縄残波岬ロイヤルホテルオリジナルということで、はい、まあ、肩の方ですね、沖縄残波というロゴを入れさせていただきまして、はい、こちらの方ですね、まあ、限定で販売させていただいております。はい、これロゴの中もこう内なな、そうですね、模様というか柄というか柄ですね、はい、かっこいいですね、うん、で、まあ、この色、私今黒をつけてるんですけど、2種類ございまして、はい、まあ、黒と白、はいはい、2色あるんですね、はい、2箇所設置しておりますね。はい、こちら気になるお値段まで聞いていいですか。そうですね、ちょっと、まあ
ブランド系なので、まあ、一般の、まあ、T シャツよりはちょっとあの値段は割高だと思うんですけど、はいはい、まあ、あの沖縄、まあ、当ホテルでしかちょっとあの販売していないものですから、そうです、ね、あの税金込みでですね、はい、4104円の販売させていただいております。はい、ております。いや、これはすごい沖縄も感じれる。そうですね、ね、で、はい、オリジナルのコラボ商品ということで、やっぱここでしか買えないっていうのは大きなポイントですね。まあ、今年初めてちょっとコラボさせていただきまして、まあ、今回ちょっと、まあ、まあ、来年もいろいろ考えまして、うん、まあ、いろんな、コラボ商品いろんなメーカーさんとやっていきたいなということは思っております。なるほど。いや、 やっぱり T シャツマニアの方とかって多いと、そうです ね、 ね、はい、私もすごい思うんですけれども、うん、そういった方にはたまらないんじゃないかなと思いますね。はい、こちらのね、ビラボンっていう、もうこれはすぐショップで、はい、もう今日行ってもゲットできる。そうです、はいね、すぐゲットできるそうです。さあ、まだまだちょっと伺っていってもよろしいですか。あ、まだまだ伺ってもよろしいですか。はい、どうぞ。情報の方ですね、はい、あ、他にも何かおすすめなどありましたら。そうですね、はい、まあ、私は第1、第2、第3、まあ、ギフトショップといういろいろ、まあ、ショップ3店舗を、ご用意させていただいてるんですが、はい、アイテム的にですね、だいたい2000アイテムぐらい置いております。2000、はい、すごいですね。で、まあ、お菓子系から、あとは、まあ、キーホルダー、はい、あとは T シャツ系、まあ、ガラス製品といういろいろ置いておりますので、うん、まあ、来られるお客様のお声を聞いてみるとですね、はいはいはい、まあ、商品が結構多いと、あ、うん、よく、見るとも楽しいという、まあ、アンケートとかですね、はい、そういったお声をいただいております。あ、はい、なるほど。そうですよね、確かに品数はすごいあるイメージ。ショップがまずなんかこう広いですもんね。そうですね、まあ、うちのショップの方はだいぶ大きいショップの方になります、うん、それに3カ所あるということで、はい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 、だいぶ大きく作っておりますので、はい、ちなみに津堅町さんはいつ も、 もうどちらかのショップにいらっしゃる形になるんですか。うん、そうですね、基本的にはおりますね、うん、まあ、私が多いのはだいたい第一ショップの方、まあ、職員とかですね、うん、まあ、お菓子系を扱っているところが多いですね。あ、まあ、ちょっと動いてる場合もあるんですけど、はいはいはい、買いに行ったりとか、まあ、いろいろあるんですけどね、まあ、基本的には第一ショップを、うん、まあ、いる場合が多いですね。はい、人気商品か、もしくは津堅町さんからこういったものも手に取ってみてほしいなとかっていう、ちょっとこうワンポイントあれば教えていただけますか。そうですね、基本的にですね、取り扱っている商品が、まあ、皆さんご存じだと思うんですけど、シママースとか、はい、塩系ですね、うん、塩系とか、まあ、沖縄、まあ、読谷なので、うん、紅芋系とか、はいはいはい、あとは、まあ、そうですね、まあ、いろいろ今季節がいろいろ変わってまして、そうですね、まあ、8月ぐらいまででしたら、まあ、マンゴーとか、パイナップルの加工されたですね、はいはい、商品が多かったんですけど、今ちょっと、まあ、9月入っておりますので、まあ、冬場に入ってきますので、うん、ちょっと商品内容がちょっと変わってきてますね。なるほど、うん、そうかそうか。で、塩とかに関しては、まあ、年中、はいはい、ベニーモもそうなんですけど、うん、年中取り扱っておりますので、うん、まあ、塩系というと、まあ、まあ、皆さんご存知だとチンスコとか、はいはいはい、まあ、そういった形で、まあ、いろいろフレーバーがあったりとかですね、うん、まあ、近くのですね、まあ、沖縄ハムスはいはい、の商品とかですね、はいはいはい、まあ、いろいろ置いてございますので、うん、まあ、見る分に関してはもう本当にお菓子、はい、まあ、チンスコ焼き菓子系とかですね、はいはい、おまんじゅうとかっていう、うんうん、まあ、アイテムは結構あると思いますので。そうですね、なかなかこういろんな企業さんがそんなある中でもやっぱりこう回りきれないとか時間がなかったりとかする方もいると思いますけど、やっぱこういうホテルのショップで一気にいろんなところをこう少しずつ手に取れてっていうのはすごいいいかもしれないですね。そうですね、まあ、皆さん、まあ、その店舗を見ながらですね、まあ、いろんなものを、まあ、分かんないことがあったらちょっと店員さんの方に声かけていただいて、はいはい、まあ、私たちもご説明させていただいている部分も多くございますね、はいはい、で、まあ、そちらから、まあ、まあ、購入されていただきます。その後にまた宅配便で結構量が多いので、はいはい、宅配便で送っていただいている方も多くございますね。もうすべてそういった手続きも含めて。そうですね、はい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 、発送カウンターもございますので。あ、はい、なるほどなるほど、いいですね。ショップってね、割とこう地元の私たちが見てても、まあ、新しい発見があったりとかする部分ですごい面白かったりするんですけれども、観光にいらしてる方は迷うかもしれないですね、あれだけの商品があると。そうですね、はいはいはい、そうですね、うん、今日他にも何かありますか。
そうですね、なければちょっと私の方からも聞いてみようかな、うん、どうぞ、はい、他に何かおすすめしたいものがあればそちらをぜひ伺いたいんですけれど。そうですね、はい、まあお酒関係なんですけど、はい、青森も結構種類置いてございまして、はいはい、結構、まあ、数的にはもう本当に40種類ぐらいとか、まあ、大小もあるんですけどね、はい、まあ、いろんなお酒、各メーカーさんから取ってるお酒っていうのがあるので、まあ、お酒に関しても、まあ、皆さん悩んでるのが青森どれがいいのかなと、お土産で買っていきたいんだけどどういったものがいいのかなっていう、はいはいはい、まあ、度数的には本当に低いやつでしたら25度ぐらいからあったりとか、うん、まあ、上の方ですともう60度とかっていう種類があるので、まあ、お客様の要望を聞きながらですね、うん、まあ、お土産なのかご自身で飲まれるのかとか、うん、はい、あとはその送られる方の、はい、まあ、どうですか、強いお酒よく飲まれる方ですかとかちょっと内容を聞きながら、うん、まあ、私たち のスタッフのおすすめということで、はい、まあ、こういったものがいいんじゃないですかねっていうことをご案内させていただいてますね、はいはい、まあ、ちょっと多分皆様お土産っていうのは一番悩む、そうですよね、時間もかかるし、そうですね、何を送っていいのかなとか、ありきたりのももちろん定番も欲しいけどちょっとひねったものも欲しかったり、ね、ちょっと沖縄でしか手に入らないものとか、そうですね、でそういう時にはちょっともう沖縄でしか販売してないお酒もありますので、まあ、そういった形のものをご案内して、はいはい、じゃあスタッフさんにもアドバイスいただきながら、そうですね、まあ、どういったものがいいですか、まあ、種類も結構ありますので、はいはいはい、まあ、どういったものがいいですか、やっぱり悩むと思うんですね、私も、まあ、買い物するとき、まあ、お土産とか買うときでもやっぱりその方をの、まあ、どういったものがいいのかなと思いながら購入しますので、そういったやっぱり迷っちゃいますね、一回ではなかなか決めきれないということで、はい、そうですよね。さあ、そんな中でね、もう本当に今日最初にもご紹介していただきましたけど、ビラボンという、ね、はい、ブランド、との、ね、コラボのオリジナル T シャツ、こちらってサイズはどういったサイズ、お子様のサイズとかもありますか、まあ、基本的に大人の方、あ、はい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 、まあ、小さいサイズ、まあ、通常のサイズは置いておりますので、ちょっと体型に合わせた、まあ、1回、まあ、試着とかちょっと、はいはい、合わせてみていただいて、はい、それで決めていただければと思われます ね、ぜひユーストリームで今つけんじょうさんが、ね、着ているものを見てほしいんですが、じゃあ最後にですね、一言になりますが、またつけんじょうさんからリスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、まあ、沖縄残波岬ロイヤルホテルという場所がですね、残波岬沿いの方にございまして、まあ、風光明媚な風景ですね、はい、で夕日もですねだいぶ綺麗なところなので、はい、まあ、お時間があれば皆様ドライブでもいいですし、はい、まあ、ホテルも立ち寄っていただければ一番助かりますね、はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、残波岬ロイヤルホテルよりつけんじょうさんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。
は9時47分になりました。観光情報番組読谷ラジオ紫村サテライトスタジオより生放送でお届けしております。この時間は、レンタカードライブマップ情報をお届けいたしましょう。レンタカーを活用する、観光者の皆様手渡される A4 サイズの冊子がありますが、沖縄ドライブマップ、この中にはお得なクーポンや、沖縄県内の見やすい地図、そして、レンタカーを活用する上での、注意事項、交通安全のお願い、おすすめスポット、イベントカレンダー、ビーチマップなどなど、本当に情報盛りだくさんです。さあこちらを、ね、片手にあの観光を楽しんでいる方は私意外と見かけるんですが、中の方、いろいろと目を通されておりますでしょうか。よければページ22ページに、FM 読谷の情報を大きく掲載していただいております。読谷ラジオ聞いてねっていうのとですね、あのその中に特産品プレゼントということで毎月10名様に5000円相当の、特産品が当たるよという、ね、情報があります。そちらにメールアドレスも掲載されておりますので、ぜひ懸命に読谷ラジオ、そして、本部の中にはあなたのお名前、ご連絡先、住所、お書き添えの上、ご応募ください。さて、その他ですね、 FM 読谷のおすすめ、スポット、スタッフおすすめスポットなども地図と一緒にあります。まあ、定番スポットにはなりますが、まずはそこをね、網羅していただいてという形で読谷を回ってみるのはいかがでしょうか。さあ今日も沖縄ドライブマップ活用した上でぜひ、快適なドライブお楽しみください。以上沖縄ドライブマップ情報でした。メッセージも、ね、届いております。本当に一人でパタパタしてしまってました。すみませんね、今オンエアに声が乗ってたかもしれません。さあメッセージ、神奈川県の相模原市から、渡辺さん届いております。おはようございます。先日ものすごく久しぶりにマクドナルドに入りました。メニューなどが昔と変わっていて挙動不審になってしまった私、見渡して一番安そうなセットを注文。チキナーセットくださいと言ったらチキチーセットですねと復唱されてしまいました。私チキチーをチキナーに読み間違えてしまったのです。沖縄に染まったなと。本当よ、すごいね。チキナーってなかなか出てこないと思いますよ、この観光にいらしてるから。さすが46回でしたっけ、48回でしたっけ、沖縄に来てるだけありますね、渡辺さん、さすがです。でも、チキナーチャンプルー定食が、出てこなくてよかったです。沖縄のマクドナルドのお店でもおばあが言い間違いしてそうですよね。ではまたといただきました。渡辺さん、ちょっと面白い話題持ってるじゃないですか。ちょっとどんどん出してくださいよ。すごいね、チキナー、すごいね。本当にこのワードが出てくることに私はもう今ひたすら感動しておりますけれども。チキナーってやっぱりこうあれだよね、沖縄でしか通じないですよね、おそらく。私もねすごい大好きですね、あのチキナーのねこう使われたチャンプルーとかね、野菜炒めとか、すごいね。ちょっと渡辺さん、私が感動しました。ありがとうございます。神奈川県はお天気はいかがでしょうか。ちょっとね台風の影響もどうのっていうのがあったり、関東はまた今日すごい猛暑日になるっていうのをニュースでも見ましたが、沖縄を思い出すのかな、違った暑さなんでしょうか。ぜひまたそういったのも聞かせてください。またお話聞けるの楽しみにしてます。ありがとうございます。あとね、残波岬ロイヤルホテルさんね、今日あのゲストに入っていただいて、おりましたが、40何回来ていたら1回は泊まったことあるのかな。さあそういったところもねぜひ聞かせていただければなと思います。渡辺さん、ありがとうございます。さて観光情報番組読谷ラジオをお届けしておりますが、最後にですねまたこちらの、インフォメーションもご紹介いたしましょう。
さあ、今日9月28日水曜日夜の8時からホテル日光アリビラにてダンシングパフォーマンス、ファイナルが行われます、ね、こちらも本当に2年と半年ちょっとにわたって、もうアンコールにアンコールを重ねてという感じで開催されてきておりました。全、アリビラスタッフでお届けする、アリビラナイトフィーバーダンシングパフォーマンス、今日がいよいよファイナルです。お天気さえ、ね、晴れてくれれば、でも多分今日の降水確率見てたら大丈夫じゃないかなと思いますよ。午後8時からです。ホテル日光アリビラの、パティオプールサイドにて観覧は無料となりますので、ぜひ多くの皆様、ね、スタッフさんにお疲れ様という気持ちも込めて足を運んで、たくさんの、拍手を送ってあげてください。みんなで、ね、見に行きましょう。よろしくお願いします。以上、ホテル日光アリビラダンシングパフォーマンス、本日8時からファイナルの、ご紹介でした。さあ、なんと、滑り込みでですね、宮城県仙台市から観光で来てる佐藤さん、昨日 FM 読谷に見学に行きました、読谷ソング聞いてファンになりました、 CD 買いましたと、読谷に来た時はまたラジオ聞きますとメッセージ届いてます。ありがとう。しっかり抽選に回させていただきます。楽しみにしててください。さあ、駆け足になりましたが、また、明日以降もメッセージお待ちしてますので、よろしくお願いします。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、沖縄残波岬ロイヤルホテル、他各社の提供でお送りしました。今日も安全運転で、また明日。さあ、ネットでご覧になっている皆様ありがとうございました。また明日も聞いてください。沖縄は晴れてきましたよ。ぜひまたメッセージお待ちしてます。ありがとう。